はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ラストチャンスということで、ガチャスタンプ付きで出現率アップ来ました。これはどうなんだ。10連回して得点ゲットということで、まあいつも通りという感じでしょうか。3回目と5回目で SSS 以上1体確定ということで、まあ、まだ持っていない人はワンチャンあると。そして倍もらえるがね、10連で1個もらえます。さあ問題は確率だよね。まあ全体アップなんでどうかってのはあるんだけど、期間は14、15の2日間と 0.7 の 0.466% ということで、ちょっと厳しめではありますけども、まあ一応全体アップ、初日アップみたいな感じにはなってます。さあ確定枠は 16.666%、 今回ちょっと数が多いので若干微妙ですね。まあもちろんね、狙いはアースマンじゃないかなと思います。まあ僕はね、もう持ってるんで深追いはしません。そして特殊能力の効果アップが来ました。これは今回はアースマンが特大ということで、ちょっとねこの効果今日はね見ていきたいなと思います。これはちょっとワンチャンあるんじゃないの。ただアースマンの特殊能力がダメージダウンなんだよね。だからダメージダウンの特大がどうなのか、これはねちょっと非常に気になるところ。僕はですね、今最終決戦のレベル10までクリアしています。まだ11、12が残ってます。さあ妖怪学園 Y ガシア、ちょっとね狙っていこうかなと思います。深追いはしませんよ。もう次のねイベントの情報も入ってきてるんで、あまりねここで Y ポイント消費するのもちょっと厳しいとこがある。ただ今回ねアースマンが非常に優秀で、まあ特殊能力もさることながらね、まあ今後も使えるんで、アースマン狙いはありかと思います。そっと青いスカイ、おお失笑きました。限界突破していく、厳しいね。さあもう一回いきます。500ポイント、貴重な Y ポイントを消費していく。おっとまた青いスカイ、インディ・ジョーンズ。まあ、今回ね前半神引きだっただけにちょっと厳しいね、後半厳しい。それではまず基準となる特殊能力特大アップしていない状態のねダメージ確認していきましょうか。ウルトラマン撃って反撃、攻撃が336です。さあ特大アップしました。これでどうかだよね。まずは特殊能力持ちキャラなしのね入れていない状態、480、痛いね。480か、これはちょっとね、しかも技ゲージ吸収ありでしょ、これはちょっと厳しいぞ。そして反撃も2020と、さあアースマン敵からのダメージ特大ダウンということで、ちょっとね試してみようかなと思います。入れましょうか。さあこれでどれぐらいダメージダウンするのか。お288、約 15% アップしています。まあアップ度微妙なんだけど、まあ元が強いので、まあ、288まで下がれば、まあ、戦いやすくはなるよね。まあ、ただ反撃も厳しいんだよな、 15% か。さあこれでウルトラマン打ってみましょうか。 G まで貯めてスペシウム光線、反撃、まあ確かにマイルドにはなるよね、戦いやすくはなるね。
さあ、ナンダ竜を入れて試してみたいと思います。さあ、この2体入れるとね、またさらに下がる、192まで下がりました。ほぼほぼノーダメ状態と言っていいでしょう。これはちょっと戦いやすくなるよね。そして反撃はどうなの。まあ、いつものことなんですけども、妖怪ウォッチプニプニはイベント後半になればなるほど難易度下がってきます。なので最近のプニプニはね、初日クリアをね目指さなければ、まあ、途中で追加キャラがあったり、これキャンペーンで難易度下がったりするんで、まあ、比較的ね、まあ、無課金でもね攻略はしやすくなる。だからイベント後半が狙い目だよね。これぐらいのダメージ反撃であれば必殺技ね結構打ち込めるんじゃないかと思います。さあ、それでは天狗入れて全部入りでどうなのか。さあ、今回のね配布特攻天狗入れました。お、120まで下がるぞ。これなら結構ゆっくり盤面整えながらやってもいけるんじゃね。今回だからダメージアップもさることながらダメージダウンが重要だよね。この3体入れていけば、まあ、ワンチャンありそうだね。まあ、僕はねちょっと追加のねロクロロックスはちょっとまだゲットできていません。まあでもなくてもこのウルトラマンがあれば特大だからね。反撃も結構マイルドになってくるね。打ち込めるねこれならね。まあ、ただちょっと漢方手持ちがないんでねちょっと厳しいものそこはあるけどね。まあでも結構打ち込めるね。505か。そしてウルトラマンにはね、あの技ゲージ吸収カットのね特殊能力もあるんで、それもでかいよね。ただ今回特殊能力がダメージダウンなんで、この威力的には変わってないんだよね。そこが微妙。さあ、それではねウルトラマン使ってこの必殺技9回ねやっていきましょうか。このねアースマンなんだけど、まあ、特殊能力はさることながら普通に強いです。やっぱダブルゼーターのガチャから出るダブルゼーターということで、だから今後もですね、まあ、持っていれば、まあ、イベント攻略なんかで使う機会あるんじゃないかと思います。しかもこの特殊能力じゃない、必殺技優秀だよね。技ゲージ多く貯める系なんでサポートとしてね非常に使えます。まあ威力もねやっぱり強いです、ダブルゼータ。だから次のイベントなんかでもおそらく攻略としてね使えるんじゃないかと思います。で、今やっているこのパーティーなんですけども、スコアアップが1体、攻撃力アップが2体、そしてアシュラさんとねこのアースマンの非常に相性がいいんですよ。このパーティーでですね、まあ、スコアタもね今週やりましたけども、結構ねスコアが出やすい。だからデカプに降ってくるスキルなんかとこのアースマンもね非常に相性がいいです。だからフィーバータイム中にねこのアシュラさんをね連発しやすいよね。さあ、攻撃力アップ、重ねがけします。攻撃力アッププラスデカプニを作るね、こんな必殺技とも非常にアースマン相性がいいと。スーパーフィーバー連発していきます。連発できるんで必殺技9回とかね星取りミッションなんかでも使いやすい。またこのアースマンのねプニがね白色なんで結構見やすいっていうのもあるかと思います。さあ、連発していく、技ゲージ多く貯める、そしてスコアアップ C のアシュラさん。さあ、デカプに降ってこい。降ってきませんなかなかそこは厳しい。さあ、スーパーフィーバー、さあ行きました。まあ、9回ぐらいはね行ったんじゃないでしょうか。だからワイマネー稼ぎにも使えますね。
6300。